こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくりマリサだぜ。そういやちょっと前に琉球王国の王様を描いた絵がアメリカで発見されて、沖縄県に引き渡されたってニュースがあったわよね。その歴代の琉球国王を描いた覚えは那覇にあった遠隔寺。琉球処分後は中城うどんという建物に安置されていたんだけど、沖縄戦で遠隔寺も中城うどんも消失して、覚えも全部行方不明になってしまい、戦前に撮影されたモノクロ写真だけが現在に伝わってたんだけどな。へえ、今回の主要登場人物の少年王もだけど、なんでみんな白黒写真ばっかりなのかって思ったら、そういう経緯があったのね。これがきっかけになって他の王様の覚えも見つかるといいけどな。小ネタから始まった第16回だけど、今日は島津の琉球侵攻がついに始まって、王国が島津に従属させられる話を語ってくれるんだわよね。ああ、ところで霊夢よ、おさらいついでに前回解説した琉球出兵が計画された理由について話してくれよ。いきなりそんなこと言われても、確か琉球王国を影響力下に置いて、明との通行再開の仲介をさせようとする幕府側の意向に、大琉球外交の窓口担当のポジションを独占して、幕府体制内での立場の安定化と、財政難や家中の不満を解消したい島津側の思惑が絡んで、さらに琉球側の非友好的な対応も重なって、武力行使発動の日が近づいてくるんだっけ？お、鳥頭のくせによく覚えていたじゃないか。そんなわけで今回は島津の出兵準備から、侵攻が開始された後の戦闘経過、そして戦後処理に至るまでをがっつり語っていくぜ。琉球王国の運命の分岐点が迫るってわけだけど、前置きが長くなったからそろそろ解説に入りましょうだわね。それじゃあ皆さん、ゆっくりしていってね。前回の続きで忠常は慶長12年中の琉球侵攻を決定して、幕府からも OK をもらっていたんだが、明から少年王の国王位を承認する施設の作法師が琉球に来て、さらに琉球と同じく明に強行している。朝鮮との国交回復の見通しが立ったことで、幕府からのお達しもあり忠常はしばらく様子見に入るんだ。さすがの忠常もここはちゃんと空気を読んで派兵を自重したのね。こうした外部環境に加えて、この年の2月1日に義弘の妻で熱烈なラブを受けていて、忠常の母でもある宰相が亡くなり、さらに6月に入って忠常が駿府城普請に駆り出されて、その指揮を取るために上洛するなど王の内部も多忙でな。島津は琉球侵攻だけに専念できる状況じゃなかったわけね。翌年の慶長13年8月に、家康側近で島津家との取り次ぎ役的孤児だった山口直友が忠常に書状を送って、琉球問題が未だに解決してなくて家康から催促されているから、これまで通り使者を派遣して、それでも琉球が返礼使をよこしてこないなら軍勢を送り込むって脅すように要請してるぜ。島津の武力行使を容認した幕府だけど、外交による解決はまだ捨ててないのね。ああ、山口は軍勢派遣を行うにしてもあくまでも外交による説得が第一で、幕府側にとっては島津の出兵は最終手段で、可能な限り平和的な解決を望んでたみたいだぜ。でも忠常にとってはずっと自転車操業状態の財政問題や、軍役負担とかで家中に渦巻く不公平感を、一気に解決するためにも侵攻を計画してたんだから、お預けを食らい続けるわけにはいかないわよね。そうだな、それに加えて忠常にはもう一つの大きな目的があってな。っていうと？忠常は文禄3年に家督継承者に内定してからも、慶長4年に義久から家督を譲られた後も、自分が完全に主導する形での軍事作戦でバシッと勝利を収めたことが一回もなくてな。そういや慶長の駅での四川の戦いじゃ優先したとは言っても、総指揮官は親父の義弘だったし、庄内の乱は忠常が本格的に総指揮を取った初戦だったけど、経験不足を晒して義久と義弘から、この時だけはやけに息の合ったお説教の嵐を食らった挙句、結局は家康の和睦仲介で終戦したしねえ。関ヶ原の合戦直後の伊藤勢や加藤清正との小競り合いでも、忠常は義久から出陣を禁止されてたし、常に前線に立って武勇を発揮してきた義弘と、小二将たる総指揮官として戦略を策定してきた義久が、数多くの戦いで勝利を収めてきたのとは雲泥の差があるわけだな。戦国大名としての権威確立に必須な、総大将で臨んだ上での軍事作戦の成功を未だに収めてないから、忠常の家中での求心力が弱かったってことになるのかしら？そういうことだな。秀吉や家康から島津家の家督継承者として承認されているとはいえ、戦国大名界隈は合戦に勝ってなんぼの世界だから、忠常はこの琉球侵攻という、自分が一から企画立案した軍事作戦で誰もが認めるような干渉を手にして、己が当主として信頼に足る存在であることを家中に示したかったんじゃないか。もう体が不自由になってきてる義久はともかく、義弘の方は未だに貢献役として頑張ってて、ちょくちょく長ったらしいお説教かましてくるから、こううるさい親父を黙らせる効果も狙ってたりして、
あと慶長12年に朝鮮の使節が日本に来訪して日朝関係が回復したことで、仲介役の対馬の宗氏の株が上がり、同じく外国との交渉仲介役担当だった島津家は、先起こされる形になったことも関係してる可能性があるぜ。両家とも関ヶ原で西軍に加担しちゃったけど、異国との交渉スキルを蓄積してた理由で赦免されたかもしれない。似た者同士だったしね。ただ常は宗氏をライバル視してて、先起こされた焦りから琉球侵攻をすぐに実行することで、幕府への功績を示したかったのかもな。西軍加担の黒歴史を払拭するために、幕府に自分の存在価値を必死にアピールしなきゃいけないのが、辛いさんなところだわね。で、慶長13年の9月に、今までできるだけ平和的解決を望んでいた山口直友も、琉球への軍事作戦決行の準備に入ることを承認して、ただ常は早速許可をもらった翌日に、琉球と海軍の軍旗を定めて義久と義弘にも同意を求めるんだ。待ってましたとばかりに手際よく準備を進めて、ただ常の出兵にかける意気込みが伝わってくるわね。この軍旗には陣中での喧嘩や口論、行軍中や占領地での乱暴狼藉を禁止したり、出陣時の兵糧や鉄砲、弓、桑などの数量を定めているんだが、要注目ポイントなのは軍役人数も同時に規定していることでな。そういや前回でも言ってたけど、軍役の負担の不公平感を解消するために、琉球出兵を機会に統一的な軍役負荷基準を定めようとしたんだっけ。この時点での島津領の総国高62万石のうち、義久、義弘、忠常の三殿の直轄領分などを除いた、家臣たちの治療地40万2180石を軍役負荷対象として、琉球に実際に出陣する家臣たちの治療高を、7万5000石と算出し、100石あたり2人の兵員を供出させる形で総勢1500人を動員することになったんだ。くしくも関ヶ原で義弘が率いていた軍勢と同じ数になったけど、そんなに多くはないわね。一方でお留守番の家臣たちの治療高は32万7000石と算定して、一国につき三部三人の出陣、軍費を徴収し、これらを全家臣に公平に負担させることで琉球出兵に必要な軍勢と費用をかき集めたんだが、同時に実際に提供された軍勢や軍費で、各家臣の治療高をがっつり把握しようとする狙いもあったみたいだぜ。前回でも触れてたけど、島津家臣どもって税益逃れのために自分の所領を過小申告しまくってて、11万8000億なんてべらぼうな額の申告漏れが発生してたのよね。この時に把握した治療高を元にして、義久が死んだ後の慶長16年の9月から、慶長内見と呼ばれる大規模検地を実施して、家臣たちへの治療再配分が行われるんだけどな。じゃあ琉球侵攻軍の編成は忠常の投資権力の強化にもつながっていくものだったのね。そして慶長13年の12月に忠常は駿府にいる家康に出陣許可を申請したみたいで、同じく駿府にいた山口直友は家康にこれを伝えて承認を得るんだが、忠常には念を入れて、いつ出陣する予定なのか、もう一回使者を使わして家康の了承を求めるようにって連絡してるぜ。幕府側はこの段階になっても実際に武力行使に踏み切るのには慎重だった感じだわね。だが内政問題解決と自身の求心力強化という、幕府の狙いとは違った思惑も持っていた忠常は、ここから出陣に向けてギアを加速させていき、年が明けて慶長14年2月末に、忠常と義弘、義久の三殿が連署しての、出陣中の禁足事項を定めた琉球都会の群衆八都の上状を発布するんだ。義久が署名してるってことは、彼も忠常の琉球出兵に賛成したってことになるわよね。ああ、義久が琉球侵攻に反対してたとか慎重な姿勢を崩さなかったという説もあるんだけど、それがはっきり示されてる資料は現存してなくて、出陣の前日には義久は忠常に書状を送り、都会軍団が琉球を舐めてかかるんじゃないかと心配し、用心しろってアドバイスすら与えてるけどな。関ヶ原の合戦からも10年近く経って、都会軍も実戦経験が乏しい若手どもに代替わりしてたでしょうし、省内の乱での忠常の未熟な采配っぷりが義久の頭をかすめてたのかしらね。義久の心配をよそに侵攻軍の指揮官人選も進められて、大将には老中の樺山久隆、副将には元老中の平田正宗といった家中の中枢運営を担う重臣がそれぞれ任じられ、その機関に、三殿の直進衆や一定の自立性を保ってる領主の肝付き金厚、本郷久武、種ヶ島六郎右衛門などが、120人から数十人の兵を率いて参陣してるぜ。朝鮮出兵でもそうだったけど、島津軍は指揮系統が一元化されてない混成軍だったのね。これに都から七島州の先導250人が案内役として加わって、さらに人僧や山伏などの宗教者、道具持ちや大工まで入ってるんだけど、規定の動員数は1500人だったのが、実際には3000人くらいが集まったみたいだぜ。
ほへ。なんで兵数がいきなり倍にアップしたわけ？これは都海州を率いる武将が珍しくやる気を見せて規定数以上の兵を引き連れてきたのと、朝鮮侵攻や関ヶ原の戦いの時みたいに、恩賞狙いの志願兵が大勢加わったからみたいだけどな。さすがのだらけ者揃いの島塚信も、逆らったら何されるかわかんないただ常の本気を感じて、気合を入れて参陣してきたのかしら。こうした物理の戦争準備と並行して、島津は士卒たちの戦意を煽り立てることもやっていて、日向出身の臨済僧で義久と義弘に請われて領内の所持の従事を歴任し、明や琉球との外交文書作成にも携わった。分子現象の手によって、琉球を移しなんて詩文が作られるんだけどな。そりゃまたド直球なタイトルだけど、一体どんなことを書いてるの？これには古から薩摩に服属していた琉球が、島津の命令に従わないなら滅亡はもちのろんだとか、琉球は鬼が住む未開地だとか書いてて、詩が書かれた目的からすれば当たり前だけど、琉球に対するマウント取り全開の内容になってるぜ。琉球を鬼ヶ島にしちゃうなんてどんだけ人外魔境扱いしてるのよ。もっとも鬼の住処って部分は中世日本で一般的だった域、琉球間に基づくものなんだけど、薩摩と琉球は全州ネットワークでの文化交流が盛んで、その前奏で東大一級の知識人だった分子現象が、こんな与太話を真面目に信じてたわけでは当然なく、あくまで戦意高揚の目的で書かれたものなんだが、かつては王国側が優位ですらあった島津と琉球との関係を一気に島津優位に塗り替えようとする。島津側の対琉球認識の転換がわかるけどな。琉球侵攻の大義名分を立てるための歴史戦も島津は抜かりなく進めていたってことだわね。ところで琉球と海軍の人員構成と関連して、副将の平田正宗が義久の老中で、大将の樺山久隆が義弘、忠常派だったんで、出兵に反対または慎重な義久と、積極的な忠常、義弘の代理戦争という形での確執が、琉球侵攻軍内部であったという説があってな。あれ、でも義久ってこの時点じゃもう忠常の琉球出兵に反対してなかったし、平田正宗ってそもそも忠常の老中じゃなかったっけ？ああ、正宗の弟の宗近は確かに義久の老中だったんだけど、正宗本人が義久付きだった証拠はないんだが、実は平田正宗は関ヶ原の和睦交渉中に流れた、忠常に変えて義久外孫の島津忠直を当主にするという、怪しさ 200% の噂への関与を疑われて老中を首になっていて、さらに彼の長男は伊集院忠実と一緒に殺されていて、忠常に怨恨を抱いてたって話もあるんだけどな。じゃあ軍団内で義久派と忠常、義弘派っていう構図での確執があったのかはともかく、一枚岩でまとまってたわけじゃないってのは事実なのかしら？だがこうした説は後でも語るけど、琉球侵攻完了後に忠常は平田正宗を粛清していて、それを正当化する目的で捏造された江戸時代中期以降の説話を根拠にしてるから、正直信用できないと思うぜ。伊集院忠実一族粛清の時もそうだけどあることないことでっち上げて、主君の悪事、って言うと語弊があるかもだけど蓋をするのに熱心ですわね。そして慶長14年の3月4日に琉球と海軍参戦は忠常と義弘に見送られ、80艘の船に分乗して、薩摩山川港から出港していったんだが、忠常は大将の樺山久隆に出した指示で、琉球から和睦を求められてそれが満足な条件であったら受け入れて、6月7月までには、兵をまとめて帰国しろとか、国王の少年が籠城した場合も周りを焼き払って人質を取った上で撤退せよなどと命じてて、出兵の長期化を懸念してたようだぜ。まあ薩摩から遠く離れたところに海路で進行していくんだから、もしピンチってなった時にすぐ援軍を送るのも撤退するのもむずいしねー。それに加えて民から援軍が来る可能性も忠常は考えていたという説もあるんだが、島津側の認識はともかく、現実には20年以上高級にこもって政務の場に全く姿を見せなかったという逸話もある。レジェンド自宅警備員なダメ皇帝万歴帝の下で政治が乱れている民に、海を越えて遠路琉球に援軍を派遣する余裕があったかは疑問だけどな。朝鮮出兵での民軍参戦で泥沼に引きずり込まれた苦い経験が、忠常の脳裏をよぎってはいたのかもね。ちなみに忠常は兵糧を現地調達するときは、王国の年貢より軽くすることなんて指示も、同時に出してるぜ。慶長の役でもそうだったけど、忠常って占領軍政家としてのセンスはいいもん持ってるのよね。そして島津軍は琉球側のほぼ無抵抗で3月16日までに奄美大島をほとんど損害を出さずに占領し、18日には琉球王国が防衛ラインに設定し、兵千人を置いていた徳之島で戦闘が行われて、島津軍300人が圧倒的な鉄砲の火力で一周し、22日までに徳之島は制圧されて、翌日には一戦も交えず沖永良部島を占領して、ついに沖縄本島に島津軍は迫るんだ。あやや、琉球王国の北部防衛線はあっという間に崩壊しちゃったわね。
25日に島津勢は氷島に上陸して、翌々日には世界遺産にもなってる今帰仁城をあっさり落としてるんだが、奄美大島失艦、そして島津軍の今帰仁上陸の報を受けた琉球側は動揺して、慌てて和睦を求める使節団を派遣するも、島津側は交渉は那覇で行うと門前払いを食らわすんだ。初戦の圧勝で琉球軍を恐るるに足らずと、城下の誓い以外は認めんって強気に出てきたわね。29日に運転を出航して大湾に再上陸した島津軍は海陸二手に分かれ、南北から首里に迫る作戦を立てて、陸路をずんずん進んでいった地上部隊の方は、足軽隊が勝手に王都首里に攻め込んじゃうんだな。島津軍のお家芸な上からの指示を無視して暴走する癖は、琉球侵攻でも健在だったのね。4月1日には首里防衛の生命線太平洋で琉球軍104人と戦闘になるも、猛烈な火力で追い散らし、その日の夕方には首里城を包囲し、さらに海路を取った別動隊も那覇港に乗り入れて、首里は海陸から攻撃される形になるんだな。なんかほとんど組織的抵抗を受けないまま首里を陥落寸前まで追い込んだわね。島津軍の包囲を受けた首里城は抗戦を主張する王信がいる一方で、さっさと逃げ出す重臣も出るなど、大混乱を呈する中で和議交渉が持たれ、その間に小規模な戦闘もあったようなんだけど、少年王はこれ以上の抵抗は無益と悟って、4月4日に首里城を出て降伏するんだな。山川出航からちょうど1ヶ月であっさり蹴りがついちゃったわね。琉球出兵での島津軍の戦死者は増量200人くらいで、指揮官クラスの戦死者も2人だけだったから、圧勝と言っていい結果だろうが、ちなみに島津軍は進行戦で人身役手はやらなかったようだけど、各所で放火をしまくってるぜ。まあ放火魔戦法は戦国時代の合戦での常套手段だから、この時の島津軍が特別に非道だったわけでもないんでしょうけどね。出陣前にただ常がせっかく発布した軍旗は結局守らない奴らが多かったのかもな。それにしても戦国乱世を戦い抜いた歴戦のバーサーカー揃いの島津軍相手シャブが悪すぎたでしょうけど、琉球側の防衛体制ももうちょっとなんとかならなかったのかしらねー。前回でも話した明からの作法しか使用は、四琉球六という琉球見聞記を残しているんだけど、その中で琉球は福建を去ること万里の海島にある一弱国に過ぎず、この地には城も堀もなくて、人は戦いに慣れていない、狡猾な戦闘民族日本と隣接してその脅威にさらされてるはずなのに、そんなことなどアウトオブ眼中な様子だって琉球の危機感のなさを指摘してるな。しれっと日本がディスられてるのは草だけど、琉球王国は国土の防衛意識に欠けてたのかしらね。また菓子用は琉球で使われてる武器についても触れているんだが、甲冑と刀はかなり硬くて鋭いものの、長い系の武器は貧弱で弓矢の性能も良くないって、役に立つ武器は刀だけ的なことを書いてるぜ。徳之島で島津軍が鉄砲の火力で琉球軍に無双したって言ってたけど、鉄砲どころか大砲まで出てきてるご時世に、近接武器しか頼れるものがないんじゃそりゃ太刀打ちできないわよね。もっとも琉球に火器が全くなかったわけではなく、それどころか火器自体の実戦使用は、日本より大きく先行していたようではあるんだけど、ただ数量は不十分で日本みたいに、まとまった数を揃えた軍団編成には到底至ってなかった感じだな。ずっと戦乱続きで戦国大名が軍事力強化にしのぎを削ってた日本に、武器の面でもいつの間にやら追い抜かれてたのね。そして島津軍襲来の噂が流れていることに菓子用が懸念を伝えると、琉球側は確かな証拠はないし、万が一のことがあっても琉球には霊神がいるから、お祈りすれば心配ご無用ってのんきな答えが返ってきてな。まあ相手の島津もしょっちゅう神頼みはしてたけど、それは武力の裏付けがあってのことだったし、有事の際の備えを全くおろそかにするのは緊張感が欠けているって言われても仕方ないわね。菓子用は日本の侵攻に対処するために軍備を整えるようアドバイスして、それを受けてようやく琉球側も備えを始めたようなんだが、時すでに遅しだったんだな。琉球は今まで外敵の侵入を受けてこなかったことが、危機意識の欠如につながったのかしらね。それで少年王出場の翌日に首里城を接収した島津軍は、勝者の特権とばかりに城内の宝物を物色して船に積み込み、5月15日に少年王や大日本外交強硬派で、島津軍の侵攻にも抵抗したと言われてる三士官の一人じゃなウェイカタ、同じく三士官の浦添ウェイカタといった王国最高首脳陣を連行して帰国の途につき、5月25日までに山川港に戻って、これで軍事作戦は完全終了になるんだ。降伏した上に予習として敵地に移送されるなんて、一国の王としてこれ以上の屈辱はないわね。遠征軍の帰還前後に島津は幕府に琉球出兵の勝利を報告するんだが、この一報を受けた将軍秀忠は、忠常、義久、義弘にそれぞれ主演状を送って、稀有で比類ない大勝利だなんて絶賛メッセージを寄せ、家康も7月7日に忠常の琉球制圧を称賛して、島津家による琉球王国の支配を認めたんだな。
家康も秀忠もこれで幕府の権威が爆上がりしたんで、島津家の武功をベタ褒めしたんでしょうね。一方島津領国に連行された少年王は6月末に忠常、8月初めに義久と対面し、年が明けて慶長15年の5月中旬には忠常は少年王を連れて鹿児島を立ち、8月初旬には駿府で家康、末に江戸城で秀忠に少年王を拝謁させているんだけど、この時途中で立ち寄った伏見では少年王を天皇が乗る乗り物の鳳輦に乗せていて、駿府でも玉のついた腰に王を乗せているぜ。へえ、天皇並みの扱いを受けるなんて敗戦国の王には似つかわしくないビップ待遇だわね。これには服属してきた相手が後期であればあるほど、それを受ける側の幕府の権威も増すって理屈で、少年王を視覚的にキラキラ化したみたいだけどな。なるほどね。で、琉球王国の支配を認められた島津は、王国の国家機構はそのまま存続させながら統制するという手法を取り、それを実体あるものにする手始めに、武領衆たちを派遣して慶長15年の春に琉球の県知が実行されるんだ。本国の県知はろくすっぽ進まなかったのに、支配下に置いた外国に対してはさっさと県知を断行するんですわね。この県知で王国内の国高は合計9万石と算出されたんだけど、この数字は幕府には正式に報告されてなくて、琉球から島津に毎年上納される年貢高を計算するための数値で、火の車状態が続く島津家の財政を、補完する意味合いが強かった感があるな。幕府にありのままの数字を報告しちゃうと、軍役やら何やらの負担が国高増加分だけ上乗せされることになるしねえ。検知の完了を待って少年王たちは慶長16年の秋に、ようやく琉球に帰国できることになったんだが、その際に琉球が代々島津の属国だったと認め、忠常の恩恵で帰国できたからには、以後島津の支配を受け入れることを誓約する起承文を提出させられて、署名を拒んだじゃなウェイ方は斬首に処せられてるぜ。琉球にとっては屈辱そのものの内容で、対日本強硬派だったじゃなウェイ方はプライドに欠けて署名できなかったのね。また15箇条の掟を通達されて、これまで琉球の生命線だった交易活動は島津の強力な統制下に置かれ、さらに王国経済の頼みの綱的な明との強硬貿易も、かつては2年に1回の後期と優遇されていたのが、島津侵攻以後は10年に1回に制限されるなど、王国の運営は一層厳しさを増していくんだ。うが、島津に支配された挙句に民からも特権的地位を剥奪されるなんて踏んだり蹴ったりだわね。加えてこうして民の琉球への態度が硬化したことで、王国を仲介しての民との通行再開という、家康の悲願も遠のく結果になってしまったんだけどな。なんか幕府も初期の目的を達成することができなくて、琉球侵攻って結局忠常の一人勝ちになったんじゃ。計画は強引なのになぜか結果はいい方向に転がるという忠常の謎チートスキルが、ここでもバリバリに発動したわけだけど、ところで忠常が少年王を連れて上洛する途上の6月下旬に、琉球侵攻軍の副将で国元に残っていた平田正宗が暗殺されるという事件が起こってな。それってさっきもちょっと触れてたけど忠常によって粛清されたってわけかしら？その可能性は高くて平田死亡の知らせを聞いた忠常は、義弘と義久に誰の仕業か究明すべしとか、こんなことが起こるのはお家がぶったるんでるからとか抜け抜けと言ってるんだけど、義久と義弘も忠常が企んだ事件だとは分かってはいただろうが、非難めいたことは言ってないな。両殿の暗黙の了解の下で実行された粛清劇だったわけね。さらに2年後の慶長17年には正宗の弟宗近も、島津忠直の子菊家さを擁立して、謀反を企んだ疑惑で一族もろとも粛清されてるぜ。なんで忠常は平田一族を抹殺したわけ？この時点では忠常にはまだ後継ぎがいなかったんで、反島津勢力が平田正宗のもとに結集し、義久の血筋を引く者、すなわち外孫の忠直の子を擁立して忠常と権力闘争した結果だという説もあるんだが、忠常は家康からも家督として特区に認められてるし、擁立候補の菊家さの父忠直は人質として在京させられていて、国元から離されてるから、今更平田正宗が忠常体制に反旗を翻す余地があるとは思えないけどな。そうなると伊集院一族に続いて、老中を務めるような重臣中の重臣平田氏を粛清することで、さらなる権力集中を狙ったわけかしら？そうだな、さらに他の重臣や義久、義弘に見せしめる効果も期待したのかもしれないけど、琉球侵攻の成功と平田一族の粛清劇は、忠常が島津家中の主導権を確立して3度の体制が終焉する、象徴的な意味合いを持ったんだな。島津の琉球侵攻って近代、さらには現代にまでその影響が続く歴史的大事件になったわけだけど、武力侵攻を回避する方法はなかったのかしらねー。まあ琉球側も家康への返礼を堅くなにスルーしたりで、柔軟性を欠いた姿勢だったことは否定できないんだが、幕府サイドは武力行使はあくまで最終手段という考えだったから、島津以外の他大名を仲介ルートにして、幕閣に働きかけることができれば、あるいは阻止にこぎつけることができたかもだけどな。
でも琉球の対日本外交の窓口は島津に一本化されてるし、そもそも島津は琉球外交担当ポジの独占を目論んで、軍事侵攻を起こしたんだしねー。ちなみに琉球王国が島津の返礼し派遣要求を無視し続けたのは、琉球版海思想みたいなのがあったって説があるぜ。海思想？海思想？何それ美味しいの？そんな不吉な文字に変換するんじゃねえよ。海思想は中華思想って言い換えた方がわかりやすいかもだけど、これは中国が持ってる伝統的な観念で、自国を文化や礼儀の備わった文明の中心中国と自尊する一方で、周辺諸国や民族を文化や礼儀の劣った異敵と位置づける、超自国中心主義的思想なんだけど、この思想を朝鮮を筆頭として日本やベトナム、そして琉球といった中国文化の影響を強く受けた国家が輸入し、中国の真似をしてご近所の国家や民族に対してマウント取り合戦してたって話でな。よくわかんないけど、田舎から大都会に出てきたおのぼりさんが必死に都会人になりきろうとして、コンプレックスの裏返しから逆に田舎者に差別意識を丸出しにするのと似たような感覚なのかしら。でそのプチ海思想を持ってた琉球は、戦国時代には島津に対して優位的な立場を保って属国扱いしてた時もあったから、その時の優越感が抜けきらなくて、島津側の要求に脳を貫いてたっていう説なんだけどな。でも自国が他国より勝ってるって観念は程度の差はあってもどこの国にでもありそうだし、ダイレクトに海思想と結びつけるのには慎重になった方がいいんじゃないかしらねー。まあな、ただ両者の関係は島津側の強圧的な態度だけが注目されがちな一方で、実は琉球側にも強力な自国意識があったことは見逃されることが多いから、そこは留意すべきではあるんだが、っていうかこれを言ったら身も蓋もないけど、外交の功績以前に琉球王国には、軍事力や国土防衛意識が致命的に欠けていたって事情は見逃せないと思うぜ。軍統の海洋通商国家って性質から、本格的な軍備を整えるのは難かったでしょうけどねー。外交と軍事力は車の両輪で、どっちかが欠けてたら両方が失敗するわけではあるんだけど、ただ16世紀半ばから明と東南アジアとの中継貿易地という、独特のポジションを失って国力が衰退し始め、それに加えて金国の日本に豊臣政権、さらに江戸幕府という圧倒的武力を持つ統一軍事政権が出現してしまうという、外部環境の激変の中で難しい舵取りを迫られた琉球王国の対応を、結果論的に評価するのは酷なのかもな。なんか最後は島津じゃなくて琉球王国の話になっちゃったけど、次回はどんな話をしてくれるのかしら？来週はついに最終回ということで、義久、義弘兄弟の裁判年、そしてその最後に至るまでを、余すことなく語っていくぜ。ラストくらいは大演談で終わってくれるのかしら？それとも最後まで島津らしいカオスが繰り広げられるのかしら？それはお楽しみにとっておくということで、次回も乞うご期待だぜ。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。